中尾と一緒に勉強しようなんのお勉強しようんですか。あ、どうも毎度お世話になっております。はい、これ来とるやん。え、何が来とる。アメリカ、アメリカから来とるよ、うん、だってほら国際郵便課税通知書って書いてあるもん。はは、は、消費税ですね。消費税取られました、はい、しょうがないですよね。あっす、てててててて、TPMS センサー手に入ったんですか。まあ僕ぐらいのスキルを持ってすればねアメリカから並行輸入することができますので、はい、あら、はい、もうバッチリでございますよ、はい、あるじゃないですか。まあこれはね、はい、まあ、この間あの売った人のあのスタッドレスにつけるように手配してたやつなので、まあまたあのシーズン終わりぐらいで入れ替えする時のタイミングにまたこれつけてみようかなとは思っております。なるほどね、はい、でですよ、はい、今日はね、そんなねこの郵便物に触れるのではなくてですね、はい、まあ、最近割といろんな方からご質問がある事項について、はい、まあちょっとこう、うん、振り返っておこうかなと思いましてですね。まあもうなんかオイルの専門家みたいになってる。そうやろ、はい、大丈夫、俺のバックにはウルトラオイルの変態がおるけん、その変態に教えてもらったことをそのままそっくり伝えるぜみたいなオイルの伝道師の、オイルの伝道師の人がおるんですけど、まあね、だからまあ、今から喋ることっていうのは、はい、あの普通の人というか、はい、専門家ではなく、まあ、割と普通の人に分かりやすく伝えるために、はい、あの言葉尻ですとか、はい、あのいろんなところは、はい、あの丸く伝えます。おなのであの細かいこと突っ込んで、揚げ足取るおじさんは回れ右やで、詳しいおじさんはもうちょっと黙っとってくれよ。そう、いや詳しいおじさんありがたいんやけどね、うん、まあ、なんでもあの今から喋ることはもうイメージとニュアンスで喋るけん、はい、おということで、まあ、何を最近よく聞かれるかっていうと、はい、あの何やったっけ、クラッチに大丈夫なんですか問題やな。はいはい、それは俺も疑問に思ったんで。そうやろ、先日から、はい、大橋大先生に聞いてるじゃないですか。ですね、はい、で僕も確かになんとなくは分かるんですが、うん、疑問に思ったのでオイルの伝道師に聞いてみたんですよ。だってな、うん、普通に考えたら、はい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 、な、摩擦をめっちゃ減らして、うん、もうすっげえレスポンスも良くなっちゃうぜ、うん、そうよ、でもクラッチは滑らないぜ、おかしいやんなんでってなるやんかなんでってなるやんなわけあるかってなるじゃないですか、うん、で、まあ、いろいろ聞いたらですね、はい、まず、まあ、代表的な、ね、あのバイク乗りの皆さんは知ってると思いますが、はい、まあ、そもそも例えば MB 企画ってやつと、はい、MA 企画っていう2つの企画があるじゃないですか。ございます、はい、はい、で、まあ、MB 企画はいわゆるスクーターとかに使うやつでございます、うん、はい、で MA 企画っていうのが、まあ、クラッチ付きの、いわゆるスポーツバイク、スポーツバイクとかに使うやつですね、はい、で何が違うのっていうと、はい、MB 企画っていうのは、はい、まあ、基本的に滑ってもいいんですよ。そうやね、だってスクーターとかみたいに、はい、もうクラッチが遠心クラッチだったりして、はい、使ってないやつよね。そうっす、なんで滑っていいので、基本的にこれはもう、まあ、エンジンオイルは車用のやつを使ってもいいとは言われるやつですね、はい、まあ、そうっすよね、うん、はい、なんで MA 企画っていうのは四式クラッチを基本使っているので、はいはい、まあ、滑ってもいいけど少しだけねっていう、うん、でギアも入っとるし、そうだからもう少しだけにしてくださいね、あんまり滑るとちょっと調子悪いんですよっていうのがMA 企画なんでございます、はい、で、まあ、その2つっていうのは基本的に例えばこれが入ってたらダメとか、うん、これがなんていうん、こう加わってたらこっちの企画とかっていうのではなくて、はい、まあ、結局その、 あのバランスで決まっておりますと、うんうんうん、なので例えばそのさっきも言ったように滑っていいけどっていう企画と、うん、滑っていいけどちょっとだけねっていう企画なので、うんうんうん、その辺はちょっと微妙なんですよ、はい、厳密にこれが入ってればっていうのはないっす。はい、で、まあ、そんな中でも代表的なんでいうといわゆる固形の添加物って言われるものなんですけど、モリブデンとか、そう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 、まあ、明らかにもなんかほらなんていうのザラザラツルツルしとってこうなんか滑りそうなやつ、はい、油とかっていうんじゃなくて、はい、とかあとはテフロンとか、うん、そうそう、この辺のやつが入ってると基本もうめっちゃ滑っちゃうのでダメですよと、四式クラッチには適合いたしませんっていうなので、そうですね、はい、まあ、なんたらモリブデンとか、まあ、いわゆるモリなんちゃらみたいなシリーズあるじゃないですか、はい、ありますあります、あんなんはやっぱり基本的にもうバイクのエンジンとかに入れると一発で、まあよく聞くやつですね、クラッチが滑り始めましたって、一発でズリズリいきますと。
で、あとはですね、金属表面に、腐食膜を強く形成するようなやつもダメですと、はいはい、塩素系ってやつですね。そうですね、いわゆる塩素系、ゾイルとか塩素系とか、うん、あとは硫黄系のきついのもいかんですよと言われました。はい、はい、まあなんか僕もその辺に関してはちょっとピンときてないんですけど、まあなんせその表面に腐食させたりとか、うん、なんか酸化作用をさせて、うん、滑りを良くするタイプもあまりよろしくないと。まあそれはね、うん、まあ詳しいおじさんとかだったらもう昔からそうそうそう、まあ人しとるって当たり前だろうがっていう。そうそうそう話やな、ね、うん、じゃあっていう話になるんですが、うん、ただそのね、やっぱり滑りを良くするためには別にこの種類のやつだけじゃないんですわ、うん、そのいわゆる添加剤って言われる中にも含まれてるのは、うん、だからまあこういう、まあ、明らかにゴロゴロさせるようなやつっていうのが加わってなかったら大抵大丈夫っていうことらしいです、はい、うーん、まあ、あとはまあバランスって言ってましたけどね、だからあまりドバドバ入ってたらもう例えばその大丈夫と言われるような添加剤でもつりつり滑り出すので、はい、ほんでですね、まあ、そんな中で話を聞いてたら、うん、よくとは言っても例えばこのロイパさんとかもね、はい、そういう固形添加物だったりだとか一応金属表面に腐食膜を強く形成するようなやつっていうのは入ってないんですよ、ロイパさんには。おっしゃってましたよね、はい、じゃあそのシナーレックとやらは何なんでしょうねっていう企業秘密ですとは言ってたんですけど、ね、イメージですよ、はい、イメージ水の中に入ってる油って思ってください。はあ、浮いてる、はい、なのでまあ油の中なのでそもそもちょっと例えが難しいんですけど、うん、まあ、オイルの中に液体のそういう中ほら昔こうほら逆さまにしたらなんてプルプツプツがこうなんか砂時計みたいなのが落ちてくるみたいな。不重が違うやつ、ね。そう、まあ、2種類混ざってるみたいな。あんなイメージね。はい、あんなイメージで、うん、まあ、要はその固形ではないんだけど潤滑を助けるやつっていうのがこのシナーレックさんにのイメージで思っとってもらったらとは思うので、だからウルトラレスポンスがすごいし、うん、でなおかつほら汚れ油膜がこう厚く形成されてて。はい。いつも油の上で滑ってるぜっていうことですか。そうらしいですね。なんで、まあ、油膜の形成というよりはその要は油膜の中身がすごくこう滑りのいい油膜になっているっていうのが、まあ、ロイパさんのイメージでございます。はい、はい、ほんでだからこそそのこう玉っころがね、はい、こういっぱいコロコロ入っとるわけですよ。はい、で玉っころがコロ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 いっぱい入っとるけん、はい、その表面の汚れとかそんなもその玉っころでこうかき落としていくというか、はい、それで洗浄性も高いと。おお。っていうのが、まあ、シナーレックさん。ええことばっかりじゃないですか。ええことですが、はい、入れたから滑るぞおじさんたちもいっぱいいるじゃないですか。おお。でも実際、うん、あれやろ、これバイクに入れても OK って言ったやん。オッケーオッケー。じゃあなんで入れたら滑るぞおじさんが出てくるかっていう話になるやん。おうおうおう。あ、それは入れたぞ滑るぞおじさんたちっていうのは、うん、じゃあもうクラッチの表面がかなりこう劣化をしてる状態。はい。とかまあ炭化が進んでる状態とかになって、はい、でその強力な洗浄効果を持ってしてしまって最後のとどめを刺してしまうと。あるかもね、うん、っていうパターンが、まあ、多いんじゃないでしょうかっていう見解だそうでございますね。そうなんや、はいはい、なんで、まあ、一応ロイパさんとかを使う分にはそういう固形の添加剤とか、うん、まあ、金属表面に強い腐食膜を作るような添加剤が入ってないのでまあ大丈夫なんでございますわ。そうなんでございますか。へえ。でね、ただ、うん、このラインナップはいいの。こっちの HPS とか、はいはい、こっちの XPR は、はい、この辺はええんやけど、これはなあんまり入れない方がいいです。ギアね、例えば2サイクルのギアオイルとかにこれは。これはだって一貫って言ったな。はい。これはね、よりこいつらよりも。そのなんて言ったらいいな、こう滑らせるぜ添加剤がいっぱい入ってるんですよ。はいはいはい。だってまあ言ったらギア用デフ用やもんね、はい、そうなんです、ギアデフ用なので、うん、なので、あんまりその CC 機クラッチとかにはマッチをしてないので、あんまり使わない方がいいんですが、はい、唯一、まあ、CC クラッチってもいろんな種類があるんですが、はい、機械式 LSD だけはもうべらぼうに調子よくなります。そうやんね、はい、あれもだってさあタバンクラッチやん。そう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 。
それはいいんですか。多パンクラッチなんですけど、うん、若干ですね、あの感じ方としては最初緩くなります、うん、ただ、まあ、あの無理くり機械的に押し付けるじゃないですか、はい、機械式の LSD って基本的にもうそこにガチャッつって、はいはいはい、なので、あの例えばこのクラッチフェーシングの、うん、なんて言ったらいいかな、あのこうなんて摩擦材があるわけじゃなくても鉄と鉄をこう押し付けるっしょ、そうですね、だから多分問題ないんやと思います。はい、あとは例えばあの LSD 用と LSD じゃない用の、はい、例えばデフオイルとかミッションオイルってあるじゃないですか。あるね、うん、あれも基本的には要はその金属表面に作用する腐食性が強いものを除いているであるとか、うん、あとはその固形添加物の量っていうのを調整することによって、うん、まあ、要はそのクラッチとかが入っていてもある程度そんなズルズル滑るようなことがないようにっていうふうにはできてるみたいです。ほうほうほう、はい、なんでマックスギア入れても別に四季クラッチでも元気なうちは滑んないらしいんですよ、うん、だけどやっぱりあの元気がなくなってきたりとか、はい、特にレーサーとか あのエンデューロレーサーとかでイゴイゴしてるような、ああいう風になってくるともうウルトラ洗浄プラスその滑りが良くなる剤でまあとどめをさしてしまうと、あの自らカーボンフェーシング化させるとかはあかんわけですね。あかんわけですよ、はい、っていうことみたいでございますね、はい、そうなんですね、はい、なんでさ、はい、ちょっと見慣れんやつがあるけど、はい、あ、これ、うん、これなんていうのか知っとるっすか。知っとる。トライボダイン、トリボダイン、トライボダイン、トライボダイン、あのまあ知ってるおじさんは2おじさんでいるかもしれないですが、はい、まあね、今ラインナップの中でこのロイヤルパープルっていうのがあっていろいろやってる中で、はい、次ねちょっと新たな実験としてこのねこちらのトライボダインの方もね、はい、今からちょっと試していこうかなとは思っております。完全にあれやな、オイルソムリエやな。やっぱちょっと楽しいやん。なんとなくこういろんなことが、もう俺は飽きてきたわ。嘘、ほんま、うん、なんかちゃんとあの割とお勉強するタイプの方やけん、なるほどなるほどって言ってね、ちょっと分かりますっていう感じになってくるし、ね、お金を巻き上げて人から実験させていくタイプやけんな。そらだって実験をお前のでするぞって言ったとしてもオイル代をもらうけんな。そうやね、オイル代は請求していくスタイルやけんな、みっちり。そうですね、じゃあトライボダイン入れてみますか、ね、ランクルに。ランクルに、ランクルに入れるっすか。8リッター入るやん、はい、もうだってこの間の見積もり16万やったやんか。そうそうそう、20万に買い取ったらいいんちゃう。そういうことよ、うん、だって市は32、まあ、3万2000、まあまあまあそんなもんや、まあ、そんなもんやろ、うんうん、いける、いける、いける、もういける、いける。もうこれはなんなの、もうだってエンジンが復活するらしいけん。なんかセラミックルブリカントとか書いてあるで。ああ、そうなんですよ。だからこれはあの固形のやつがしっかり入ってるので、これバイク使えないんですよ。はあ、こいつはほんじゃその固形のやつがコロコロしちゃうんやな、はい、コロコロしちゃうんですよ。だからこれバイク使えないですけど、なんせねこれ素晴らしいですよ。もうね底の方にめっちゃとぼっとるらしくて。あ、そうなんや。なんでもうめちゃくちゃこう混ぜて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 、そうなんや、つってってどこどこって入れないかんぐらいのレベルって言った。へえ、そうなんや。めっちゃとぼっとるらしいんやって。ほんま生半可な混ぜ具合で入れないでくださいっていう。あ、そうなんや。それぐらい。へえ、俺気になるやろ。気になるな。うん、OK、まあ昔から後入れのあの粉系のあの添加剤ってあったと思うんですけど、はいはいはい、それがもう最初からインしてると思ってもらったらという。そうなんですよ。なんでこれはね、もうこれ単体でね素晴らしい性能を発揮するみたいですよ。まあでも酔ったな、なんかオイル詳しい伝道師おじさんが三種の神器の一つやっつって、はいはいはい、そうですね、うん、はい、もうあのオメガ、ロイパ、そしてトライボ、トライボ、うん、そうらしいですね、はい、とうとう上陸したんですね。なので、まあ、この辺もね、はい、今からちょっと実験していきながらやっていこうと思いますので、はい、まあね、こんな動画を見てるあの人は多分奇特なおじさんたちばかりなので。いやでもさ、またこの前みたいにもう、はいはい、高いじゃ安いじゃどうじゃらこうじゃらこんなん元が取れんじゃいう話が出てくるって、どうする、そう、え、どうする、そういう人は、うん、もうあのこうつつましい生活を送っとったらいいと思う。そう、やっぱりね、何事もそうですが自分から楽しまないといけないんですよ。そうですね、はい、例えばもうこんなんを入れてみるだけでもう向こう、例えばね、はい、僕だったら、うん、
1年以上ネタにできるわけですよ酒の席でねいやえ、まあ、あなたは売ってますから、ね、あそうそうそう私もそうネタにせねえかの話でそうそうそうでもなそうだと思うんですよ僕はまあでも確かにねええー、よねうん、うんまあ、値段のコスパがどうこう言ったらもう分からんけど、うん、分からんけどでもオイルの値段だけちょっと高いよ正直俺も、うん、高いね高いけどまあ、うん、まあ実際さ、うん、何言ったら、うんまあ、違いの分からんオイルとかって多いやん多い多い高いレーシングオイルとか買いとってもうん、うん、みたいな感じやったかなみたいなの、うん、に比べたらまあ全然、まあ、入れたらおって思うからやっぱまあ、それだけでも値打ちあるかなと ある意味俺の中ではもうこの辺は塩数のリトマス試験紙で、はいはいはい、もうこれを入れてもピンとこん人は多分そういう使い方を車でしょんやろうって感じ正直リトマス試験紙ねそうそうちょっとキーワード気に入ってるキーワードやけん使うと、まあ、だけ大事にしてる人というかあのなんていうんだろうな興味関心がある人ほどこの手のオイルを入れた時の、うんその微細な変化をね、はいはい、やっぱ感じ取ってくれる気はしますね。まあね、でもあの、うんまあ、バイクでね、はいはいはい、ギアの感じとかがわからん人はもう多分な、はいはいうん、もうサラダ油でも OK やって。多分な何してもわからんと思う。わからんと思う。多分そうやと思う。それはもう間違いなく。うん、そう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 。ほんまに。もうそれはもう。なんなら下手したらバイク変わっとってもわからんと思う。いやー多分バイク変わっとってもわからんかもしれんですね。本当に。いや多分ブラインドチェックなんかしたら絶対分からんと思いますよ、ほんま、うん、まあでも大多数がそういう人やとは思うんですよ、はい、ほんまに。なんでねやっぱりこうなかなかそこのところがちょっと、まあ、難しいですけど、まあ、価値観が ね、まあ、まあね合う人がね、まあ、ね使ってくれればいいんかなとは思っております、はいはい、というわけで、というわけで今後もひたすらオイルネタが続くんですか、はいあと1ヶ月ぐらいは。マジで。あと1ヶ月ぐらいは。やらない。あと1ヶ月もしょったら次またシミュレーターが入ってきたらそればっかりやるようになるって。ちょ待って、まあでも今もう入れてみたばっかりやけん。その後よ。あ検証編ね。はい、入れてみるんは簡単やんけ。そらもうだってその時点で僕は8割満足してしまう。いやもう満足してしまうその後やどうなったか。まあ、そうですね。なんでまあちょっとね。まあ今度は次あのうちのセブンさんね、はい、これにあの今これを入れてみようと思っておりますのでっていうかまだ入ってないんかーいっていう。だってもうセブンさんいつからオイル交換してる ?1 年以上オイル交換してないってたもんいかんやんそれ。え来た時に1回オイル交換して何キロ走ったっけ1000キロぐらいかな車検証のあのあそこは変わるかなぐらいのほうから。おいやそんなこと言ったらえソダさんの NSX 何キロ走ったんですか。1000キロぐらい。これ見たことかっていうなんか。そんなんまだええよ、まあ、バイクに至っては。あバイクに至っては俺あれっす車検して距離変わってなかったっす。そやろう、うん、1000キロも走れてない。はい、はい、そうそうです、うん、なんなら去年に至っては2回ぐらいしか出動してないから、はいはい、そうですそうです。いや今年は行きましょう行こう、ね、ガソリン高んとさすがに1年もんなんで、はい、腐る腐るほんまに、うん、そうなんですよ。なんでまあねこの辺も実験しつつ、はい、でねまああんまりこうコストがかからないなんかいいアイデアがあったら、まあ、皆さんまた教えてください。本当にですかネタの今後の今後のネタのもう最近オイル動画に頼りすぎや。いやだってね本当にまあなんでね、まあ、原点回帰してちょっといろんなも取ってはいきたいなと思っておりますの で、 そうですね、もう俺は来てきたんや、はい、なんかやろう、ねなんかやろう。変なことやろう。ちょっとじゃあまた考えましょうね、うん、じゃあ今日はもうあのサクッとこの後のこと終わらして、はい、もうコンコンとやりましょうよ。もう長いで長編動画なったよこれ。じゃあもうプレミア公開や。プレミア全く映画変わらん20分語り続けるプレミア公開。そうそう、試しに実験してみよう、ね、だからあれやな、はいはいはい、もうあれなんすか、ボイシーや。あそうね、それ音声アプリとかね。音声アプリや、はいはいはい、もうこれはもうラジオだと思って聞いてください皆さん、ね、ラジオやな。だって絵いらんもんね。絵いらん、もうだっておっさん二人が映っとるだけやもんこの絵はほんまに。10分間19分間価格すら変わらない、はい、価格すら変わらない。これをここまで見たあなたは幸運が訪れます。そう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 やと思います、はい、ということでね、まあ、さすがに4問も言い過ぎましたので、はい、じゃあこの辺で、まあ、終わりたいと思います。まあまたね
あの質問とかあって僕もちょっと分かることが全部じゃないので、そうですね、まあ、こうやっていろんな人に聞きながらほほんっつって、まあ、勉強しておりますので、うん、まあ、開示できる範囲というかね、お伝えできることでまた進めていけたらと思いますので、はい、今後もよろしくお願いいたします。ということで、またチャンネル登録高評価よろしくです。ではまた、バイバーイ。